姫路セントラルパークは兵庫県姫路市にあるサファリパーク形式の動物園と遊園地が融合した娯楽施設である。近隣地域で放送されている CM や地元での略称は姫線。1984年3月25日にオープンした。2002年8月5日に旧運営会社のセントラルパーク株式会社が整理、改修機構から 民事再生法の適用を申請。施設は、関在任を経て2003年4月1日に、カモリ観光に譲渡された。現在の運営は、かつて、スペースワールドの運営会社だった、カモリ観光グループの株式会社ジャパンパークリゾートが行い、スペースワールドの閉園後は本社を当地に移転している。夏季には、プールや、ナイトサファリ、冬季には、アイススケート場が、 限定営業する。ケニアのナイロビ国立公園と島園提携している。ディアブロフリーホールプール。夏季のみ営業。アイススケート場。冬季のみ営業。56メートル26メートルリンク一面。2004、霊5号華陰の間に突如と現れる。レトロな洋館姫路水道局。町浦浄水場姫路樹ン案,案内姫路。 フィルムコミッション帝国データバンク平成14年7月31日、椿ゴルフ、サファイリパーク、姫線で、ゾウ飼育員が逃亡 ?J タウンネット。2019年12月29日閲覧。日本一心の距離が遠いサファイリパーク、姫線の自虐 CM が、話題反響で入場者増。 神戸新聞 NEXT, https://www.kob-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ201905スラッシュ0012351182と html2019 年12月29日閲覧ナイトサファリ、ハット夜の動物の生態を見学できます双子の ホワイトライオン誕生姫路セントラルパーク姫、センパークマラソン2016、閉園のスペースワールド、遊具はどうなる象徴のスペースシャトル、残してほしいの声も来た九州。西日本新聞。2018年3月20日閲覧。ありがとうございます。